はいどうも、100日連続100キロ挑戦、上山充です。今沖縄に来ております。でですね、ついに明日ね、1月10日の午前の4時にね、ジャパントロフィー200ウルトラマラソンね、200キロがスタートします。でね、前日入りしてですね、今ホテルでね、明日の装備品をまあいろいろですね準備しているところなんですけれども、でね、大体こんな感じの装備なんですけれども、補給食はですね、このメダリストっていうのを10キロにね一つずつ取っていきたいなというふうに思ってて、まあ、30キロに1回ぐらいね、このマグオンっていうジェルでですね、しっかりとマグネシウムを取って、足つりをこう防止したりとか、あとはね、こういう蛍光補水パウダーですよね。どん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 僕はもう汗っかきなんで、塩分がねどんどん出ていくので、しっかりこれね補給しながら最後まで走ると。で、明日の朝はですね、こういうドリンクミックスモルテンですよね、炭水化物を補給してですね、行きたいなというふうに思ってます。で、あとはね、こういう固形物もしっかり僕は準備してて、空腹感っていうのが出てきたらやっぱり走るの辛くなってくるので、こういったものを30キロに1つずつ食べていくと、これがあのとっておきですよ、あのベスパーで100キロ地点で155キロ地点で、これを注入してですね、最後走りたいなというふうに思います。で、あとはガーミーはですね、2本持ちで行こうというふうに思ってます。必見品のね、ヘッドライト、あと電池の替えと、あとバッテリーですよね。あのスマホの充電であったりとか、できる限りね、撮影しながら走れたらなというふうに思ってるので、 GoPro のバッテリーのね、充電するものであったりとか、あとね、このハイドレーション、まあ、普段はね、ボトルを僕持っていくんですけど、まあ、今回はね、その出し入れする時間をね、1秒でも短縮するためにですね、こういったタイプのものを持っていきます。ね、だいたいこんな感じですね。ザックはですね、サロモンのね、トレイルブレイザーっていうものの20リットルをですね、持っていこうというふうに思っております。で、おはようございます。今はですね、1月10日の、午前3時です。今からね、スタート地点に向かいます。あと15秒です。今ですね、ジャパントロフィー200、40キロ地点まで来ました。残り160キロっていうところでですね、見えるかな、縦に伸びる虹が出てます。すげえ沖縄で、思ったよりねアップダウンの激しいタフなコースです。なんで30時間目いっぱい使ってですね、ゴールすることになると思います。残り160キロ、頑張ってね走りたいと思います。で、今回レースの参加者がですね、まあ、大体50名ぐらいやと思うんですけど、やっぱりね、スパルタスロン完走したりとか、まあ、沖サバって言ってね、沖縄を一周する400キロのレースを完走してたりとかする人がねほとんどなんで、かなり速いです。これ僕多分今後ろから3番目ぐらいを走ってます。で、前のグループはですね、もうかなり多分先に進んでると思います。ちょっとね、勝負したかったんですけど、なかなかちょっと追いつくことができてないですね。まあ、自分のペースでこのままちょっと淡々と、休憩削ってですね、行きたいなというふうに思います。今ですね、5キロ地点ぐらいに来てます。で、さっきまでね、かなり暑かったんですけど、海沿いに来て、まあ、雲も出てきてですね、風もあるし、今は涼しくて気持ちよく走ることができてます。ただやっぱね、他のランナーがやっぱめちゃくちゃ強いわ。やっぱね、スパルタスロンとか完走してるだけあるなっていうね。ただここで僕もね、食らいついていきたいなというふうに思います。ここからは70キロ地点で、まあ、今回のコースの、まあ、一番難所、一番ね上りがあるところに来るんで、そこをなんとか乗り越えて、まずはね100キロの関門に間
に合うようにしたいなというふうに思います。タフなコースよ、本当にタフ。今ですね、ホテルに戻ってきました。で、まあ、あのジャパントロフィー200なんですけど、137キロ地点で、リタイアを選択しました。で、昨日の晩の2時ぐらいにですね、ホテルに帰ってきました。でね、まあ、あの総括すると、まあシンプルにも本当にもう完全に自分の力不足やなっていうので、100キロ地点を、12時間30分で通過して、まあ、自分の中ではもうベストな出来っていうか、補給も本当にこう練習通り、あのしっかり決めた時に決めた補給もしっかり補給するっていう風にしてきたし、まあ、しっかり休憩取りながら、でも、まあ、タイム気にしながら、まあ、12時間半で100キロのチェックポイント通過できた時はまだまだ余裕があったんですよ。で、29時間で200キロゴールするのがね、一つの制限時間なんで、残り16時間半で残り100キロって思った時に、あ、もう絶対いけるっていうふうに思ってたんですけど、120キロ地点ぐらいで日が落ちた瞬間に、いや、ほんまで暗くなると、いや、人間ってこうまで体が動かへんくなんねやなっていうか、それで一気に眠気と足の痛みとがやってきて、それでもまあなんとか17キロ進んだんですけど、その時にやっぱりふと、これまあ第2のチェックポイントが155キロで、まあさらにそこから45キロ行かなければならない。で、もう一つの選択肢としては、29時間以内に200キロ走り切らなかった場合、220キロ走る代わりに制限時間を36時間にするっていう、もう一つの選択肢があって、それでも乾燥扱いになると。じゃあこのペースでいくともう走れなくなったんで、歩いていくとなると、まあ36時間で220キロ行こうというふうにも思ったんですけど、そう思うと137キロ地点から考えて残り83キロ残ってるなって思った瞬間に、無理やな、これは無理やってなって、リタイアを選択したって感じでしたね。まあだからもう本当にもう何の言い訳もなく、もうシンプルに自分の力不足っていうところなんで、本当はね、やっぱね、ゴールして、やっぱり自分のことを応援してくれた方に完走しましたっていうのを言いたかったんですけど、まああの瞬間、残り83キロ行くっていうメンタルと力が本当僕にはなかったなと思います。まあただね、本当に他のランナーの人たちと、僕との体のダメージであったりとか、睡魔が襲ってくるであったりとか、全部条件は一緒の中で、やっぱりたくさんの人が乾燥してるんで、まあだからもう本当にこう何の言い訳もなく実力不足やなっていうところで、まあまたね、今回のこのレースが終わってからちょっとゆっくり休んで、改めてまた200キロにリベンジするのかどうなのかっていうのを考えて、まあただですね、100キロを超える距離に体をなじましていくっていうようなことは、こう常日頃からやっていきたいなというふうに思っております。なんでですね、 YouTube をね見ながら、僕のことをね応援してくださった方がいるかとは思うんですけれども、本当に応援してくださってありがとうございました。今回はもう実力不足っていうところでございました。はい。なんでね、また僕もまだまだね、こうやって動画撮っていろんな風にランニングのことに関してお届けさせてもらってますけど、もう僕自身がまだまだ修行中の身で、学びの身なんで、まあ、今回この200キロに挑戦したことによってたくさんのことをね学ぶことができたので、この学びをまた次に生かして、次こそはですね200キロ完走したいなというふうに思います。それではですね、またねこの動画が面白いなというふうに思ってくださった方とか、学びになったという方はですね、高評価ボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。そしてね、またコメントお待ちしております。皆さんとね、こうやって本当コメントやり取りすることで、まあ、僕ほんま力づけられたんですよ。うん、200キロ走るっていうのにあたってですね、毎週末のロング走っていうのが、
ポイントポイントになってきたんですけども、それも嫌やなっていうふうに思いながらでもですね、皆さんのコメント読んで、よっしゃ頑張ろうっていうふうに思えたんで、137キロ地点ではありましたが、そこまでいけたのはですね、本当に YouTube を見てくださって、くれる方の本当におかげやったなというふうに思います。それではね、今回どうもありがとうございました。またね、次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。